はい、皆さんどうもこんにちは。吉松の時間です。ということでね、ちょっと今日はちょっとロケーション変えてね、ちょっと暑いもんでこういうのもかぶりながらやりますけどね。はいはい、というわけで、今回はね、これですね。皆さんにご紹介するのはこれです。丸山浩二さんという方が書かれましたですね、作品集、鈍行列車ということで、この方は NHK の、聴覚障害、ね、聴覚の耳の方の障害の方の時の番組がありまして、手話をやって見えた方です。まあ、覚えてみる方は見えてますが、最近出てないですからね、NHK の、 手話ニュースなんかによく出てましたね、この方はね。今から十数年前の話でございます。丸山浩二さん。はい。その方の書かれたですね、この、鈍行列車というね、この本がありましてですね、この本は私が読んでですね、大変ね、こう感銘を受けましたのでご紹介しますということで、まあ、丸山浩二さん、こういう方ですね。まあ、この顔を見ればおそらく、あの人だと思った人もおると思いますけど、まあ、手話をね、メインとしてやってみて、いろんなパフォーマンスとか講演なんかもやってみるということだそうです。ね、はい。ということでですね、この方のね、鈍行列車というこの作品集の中にですね、いろいろね、作品が入っているんですよ。他の作品、鈍行列車以外の作品もね。鈍行列車が第1に入っているんです、鈍行列車がね。ちょっとそのね、ネタバラにならないようになるようにですね、ちょっとこう、著作権侵害しないようにちょっと喋りますけど、なんか最近これを見せただけでも著作権侵害っていうね、このデザインの方の著作権侵害してしまうという、そういう噂もちょこっと聞いたもんで、あまり長時間はやれないんですよね、これ、こうやってね、短時間だけということで。話の内容はですね、各駅停車、鈍行列車に乗ったんですよ、ある男の人がね。したら、通路っていうかね、鈍行列車の、止まるとこしかないもんで、それ乗ったんですけど、斜め前のボックスシートにね、母と子供がいましてですね、で、男の子と母親がおったんですよ。で、松葉杖があったんで、お子様が足が悪いということで、で、来たんですよね。夫婦、親子の仲がよく喋ってるので、ちょっとこっちも、ほっこりとしたね、聞いたんですよね。例えば、足が悪いんだったらね、もっと楽に行ける方法、特急とか急行止まりにならない駅なんですかって、今行かれるところはと聞いたら、いや、止まりますよと、特急も急行も止まるんですと、その方が明るいうちにつけますと。でもお母さんが言うには、私はこの子に急いで行ってもゆっくり行っても同じところにつけるのよということを分かってもらいたいんですと。だから鈍行列車というのを選んで、普通列車ですね、選んでいったということなんですよ。私も乗ったことありますけど、例えば岐阜から大阪行く時の鈍行列車とかね、普通列車乗り換えて乗り換えて前原で乗り換えてとか行ったとか、だけど結構遠いですよね。55分で行けるとこが3時間何分かかりますからね、普通列車乗り継いでいくと3倍かかるんですけど、だからそこに感動したということです。普通列車に乗っても特急に乗っても急行に乗っても着ける場所は同じと、なんか株式投資家でね、ウォーレン・バフェットさんがいつも飛行機はビジネスでもねない普通のエコノミーに乗るという、なんでやって聞かれたら、いや着く時間同じだろうって言ったっていう話もあるんですけど、やっぱりちょっとこう感覚が違うんですよね。貧乏人の人っていうか、金のない人に限って金が入ったりするとね、ファーストクラス乗ったりするんですけど、本当の金持ちっていうのはやっぱビジネスも乗らずに、ファーストクラスも乗らずにエコノミーということでね、やっぱり映画なんかも割引券で見るとかね、本当の金持ちはなんかそうらしいですけど、これとはちょっと話違うんですけど、結局のところは何でかというとですね、このお母さんが言うんですよ。これからね、この子は多くの人に追い越されますと、たくさんの人がこの子を追い抜いていきます、でも
一生懸命に歩き続けていけば目的に向かって一途に歩いていれば必ず同じところに着ける。そのことをこの子に知ってほしいのですということで、まあ、胸がジーンとくるわけですね。これいい話がいっぱい載っとるんですよ。私がこの特に良かったのは第2話というところで、この発車往来という話があるんですけど、これもね非常にいい話なんですよ。まあ、シチュエーションを言うとね、まあ、中国地方の山陰地方ので、あのところで、バス特急バス乗ったんですよ。まあ、その方が見聞きしたという話の内容になってるんですけど、まあいろいろこのアナウンスはいろいろしてるんだけどですね、ご老人がですね、まあ、峠 の手前でちょっとのちっちゃい町で、あの小さい村でね降ろしてほしいということを困った表情で、あのガイドさんと運転手さんに言ったんですよ。そうするとね、特急バスは決められたところしかお止めできないことになっているんですということを、まあ、当然そうですよね言われて、でまあおじいさんはまあ非常に困ってね、特急バスと知らんかったから乗ったらんだということを言ったんですけど、まあ集合時間に間に合わないからね、このどうしてもこの町にこの村に泊めてほしいということを言ったんですけど、まあそれは規則だからできないということで断られるんですよね。まあ、ただ当然そうでしょうね、それはバスとしてはね、他の人もじゃあここで泊めろここで泊めろってなったら泊まれないですから、特急はバスで決まってますからね、そのための特急なんですからね。で結局、まあ、困ったバスガイドさんが運転手さんと話し込んで、まあ、おじいさんも困ってるし、おじいさんは特急の駅行ったらもう自分の村からはるか遠いところで降りないかんから、その介護も間に合わんし集合時間にも間に合わんしということで、でですね、まあここでバスガイドさんと運転手さんが非常に粋な計らいをするということで、非常にほろっとくる、最後ジーンとくる話ということになります。まあ、そういう話ですね、この発車往来という話は。まあね、やっぱりこの人ちょっと福祉関係、老和関係とか福祉関係、ま、ちょ入ってる方なんで、こういう お母さんなんで私を産んだのかというね、ここちょっとだけ言いますと、お母さんなんでこんな子を産んだのかと、お母さんを責めた私というようなのが、このこういう作文があってね、まあ、こうネタバレするんで言わないですけど、非常に最後はこう泣けてくるシーンなんですよ。泣けてくる文章が並んでるんですよ。だから綺麗な字でね、綺麗な字で微文で書くっていうのがね、一応いいって言われてるんだけど、こういう字でね、本当にせつせつとね心のこもった字を書くというのも、また人間がこうズキンとね感動することにつながります。やっぱり字からねオーラが出てるというかね、そんな感じがします。だからこの方はやっぱりね、手話の方やもんとかやって、手話のね自分でね、こう作詞さんかな、この家が、この作詞が永六輔さんと丸山浩二さんという、そういうね感じで書いてありますけどね。まああと他にいくつもね、いろいろちっちゃい話がいっぱい載ってます。だから読み切りで読めるのでね、皆さん決して高い本じゃないですのでね、ダイナミックセラーズ出版というところで鈍行列車、丸山浩二さん、これあんまり長期間見せたら分かるらしいですけど、まあ短期間にします。でまあこういう本ですので、まあ感動したい方ね、よかったら購入してね、まあ図書館でもいいですけど、ぜひ手に取って中を見てください。やっぱり本格ミステリーばっかりとかね、それもいいですけど、こういう本の可能性を示すという点ではね、大変いい本だと思います。ではまた次回お会いしましょう。